子供プロダクションチャンネルでございます本日はオリバー・ネルソンのアルバム「ザ・ブルースザ・アブストラクト・トゥ・ルース」このレコードをアーカイブして PC オーディオシステムで再生するところまでやっていきたいと思います使用するレコーダーの方は t a s ム a m の DR40 これいつもあの空気録音の時も使ってるやつです再生するターンテーブルガラード301になります 僕の方がステレオカードリッジでオルトフォンのものになります。こちらもオルトフォンのものでモノラルになります。今回はこちら使っていきます。えー、そこから JS トランス、MC トランスですね。モノラルのものからプリアンプのマッキントッシュ C29 からレコーダー。録音機器の設定は24ビット 48kHz。48 録音モモードがモノラルで入入力力は外部入力を選択します,録音する前はノイズを避けるために入念にクリーニングします私はこのアイコールのバキューム式クリーナーが大好きなんでいつもこれでブラッシングしてノイズを除去しています これで静電気もしっかり取れるんでむちゃむちゃ気持ちいいんですよね他には柔らかいマットの上かなんかでね水に濡らしたガーゼを固く絞ってそれで盤面をこうサークル状に拭くのも有効だと思いますちなみに私が使っているこのガーゼはちょっと使いにくかったアベノマスク再利用させてもらってますいよいよこれから録音なんですが トーンコントロールの低音と高音のバランスはあらかじめ設定しておきますトーンコントロールの設定が反映されるアウトプットからこの録音機器に接続する形になります反映されないアウトプットもあるんですよねテープアウトの方はトーンコントロール反映されなかったと思いますはい続いてレコードの準備をしていきますまず充電ブラシでまああんまついてないですけどね静電気一応 撫でて静電を逃がしますスタビライザーをセットしまして針を静かに置いていきますそれではレコードボタンを押して録音開始していきますはい録音中ですメーターもしっかり触れてますね問題ないと思いますはい A 面が終わりましたので一時停止ボタンを押してひっくり返してまた B 面を録音していきたいと思いますはい B 面の録音も終わりましたんで針を上げて次の作業に移行していきたいと思います次はレコーダーから取り出した SD カードをカードリーダーに入れて パソコンに取り込んでいきますはい SD カードがマウントされましたのでこれを開いて目的のファイルをディスクトップにコピーしますこのファイルをこれから派遣編集ソフトで編集していきます私の場合は あの、フリーで使い入れたんですけど、オーダーシティっていうのを使っています。はい、読み込まれました。まだ波形が小さいですね。このファイルを選択してノーマライズしていきます。波形を大きくします。私はいつも値を0デシベルにしてノーマライズしています。はい、ノーマライズし終わりました。 でこのノーマライズされた波形の一番大きなところ一番触れてるところが今までで来ててるってことなんですよねそれでもまだ全体的にちょっと波形まだ何て言うのかなまだ余裕あるんで少しマキシマイザーを使ってボリュームを稼ぐことにしますノーマライズでまあまあ波形大きくなりましたんでマイナス7デシベルぐらいでいいかと思います ちなみに今使っているダイナミクス系はリミッターみたいなもんですねこれぐらいでちょうどいいと思います無理に原因稼ごうとすると音潰れたり不自然な鳴り方になりますんでね次は録音した音声の頭と尻の不要な部分を削除していきます曲の出だしにカーソルを合わせカーソルより前の部分を選択してカットしますそしたら一旦ズームを引いて次は尻の部分 の不要部分をカットしにいきます一応モニターで聴いてみて、まあ、不自然じゃない場所から大体カットしていきますあとカットした最後の部分はフェードアウトで処理するのもいいと思います次に一旦ズームアウトしてみますつながった1本の曲を1曲ずつ切り出していきます二曲目にカーソルを合わせてズームしていきたいと思います 曲の頭にカーソルを合わせ、まあ、聞きながら確認してですねこのカーソルから最後までっていうところを選択して切り取りしますはい切り取りました次はモノラルトラックを新規で追加します追加しましたら新規トラックの頭の部分にカーソルを持っていってペーストです はい貼り付け終わりましたんで引きで見てみます基本的にはこの作業の繰り返しになりますまた3曲目から同じことをやっていきますこのようなやり方で仮に6曲全部切り分けたということでこれを今度は書き出していきます1曲1曲のファイルとして書き出すっていうわけです123456一応全部ありますね書き出しはトラックを選択してファイルから書き出し選択したトラックの を書き出すみたいな選択したトラックの書き出しですか、はい、ここからやりますファイル名は順番で分かるように仮に01とつけます010206までですね、えー、書き出し場所はディスクトップファイル形式は AIFF で2 4ビットで書き出ししていきます AIFF でやる理由はあのジャケットつけるからです WAVE AI だとねジャケットつけられれないいので A F でで AF 私はやっていまますす保存 OK で書き出しされます同様の手順で2曲目以降もこうやって書き出ししていくんですが私の場合コマンドショートカットを対応しておりまして例えば E を押すとさっきの書き出しのメニューが出てくるだとか L を押すとラウドマックスあのコンプレッサーですねマキシマイザーあれが立ち上がるだとか K はカーソルから 最後までを選択する J を押すとカーソルから最初までを選択するだとかあとまあ新規トラックモノラルステレオ立ち上げるだとか全部コマンドでやってるんですよねめちゃくちゃ早いですおすすめです仮に6トラック全部書き出したということで次の作業に進みたいと思いますまずは新規フォルダを作成して先ほど書き出したファイルを格納します続いてブラウザを立ち上げまして ディスススコグにアクセスします。次は検索のところでアルバム名やアーティスト名またはレコード番号などを入力して目当てのアルバムにアクセスします次の作業はファイル名の部分を曲名に変えていきますコピペしていきますテキストあとはアートワークこちらの方も入手しておきましょう後で使いますんで アートワークの保存が終わりましたら次は曲名をコピペしていきます01半角スペース曲名02半角スペース曲名みたいな感じで私はやっています実際にテキストを打つよりもこのコピペの方が断然仕事が早いんで私は昔からこの方法でやっております一応全部書き終えたという体で次の作業をしていきますフォルダ名をアルバム名に変えます こういった作業のほとんどはほとんどコピーペーストで行いますフォルダ名をアルバムタイトルに変えましたらまた新しいフォルダを制作しましてそちらはアーティスト名のフォルダにしますアーティスト名のフォルダをクリックするとアルバム名のフォルダが入っててそれをクリックすると曲のファイルとアートワークが出てくるっていう感じですね続きましてはミュージックアプリ iTunes で管理できるように、まあ、タグ付けしていくんですがその手順をやっていきます まずはアーティスト名のフォルダをクリックしてアルバム名のフォルダを iTunes の一番左側の新規プレイリスト作成の欄にドラッグアンドドロップします続いて全てを選択して情報を見るここを開きますはい空欄の部分に情報を入れていくんですが私の場合はアーティスト名あとアルバム名あと年あとジャンルアートワークを 入れてて終わりにしていますこうした形でレコードをアーカイブすると、まあ、スマホと同期してこれ車の中でも楽しめますしあとパソコンと DJ 機材を外に持ち出して、まあ、イベントなんかに参加することや、まあ、バーでで BGM を流すすこことととななんんかも可能だということなんですよね、まあ、そういう活動をするのがまあ目的なんでこういったアーカイブをしてるっていう形になります。 まあ普通に考えたら CD をリッピングした音を再生したり、まあ、データで購入したものを、ね、再生すればいいじゃないかって思うかもしれませんが私はこのアナログの音っていうことにちょっとこだわってまして、まあ、ヴィンテージの、まあ、ターンテーブル、まあ、カードリッジだとかトーンアーム、まあ、できればバンモオリジナルから吸い出したものをこういうふうにアーカイブするっていうことが一つのだ醍醐味だなと思ってやっています。まあ、本当のことと言うと このの部屋のシステム全部持って行ってね、まあ、その場その場で、まあ、演奏するっていうのができればいいんだけどそれできないじゃないですかこれレコードプレーヤーだって相当多いですからだからまあこういった形に、まあ、至ったっていう感じなんですよね本当のこと言うとというわけでこれ次回の動画は実際にこのレコードからアーカイブして今ね編集したこのデータを PC オーディオシステムで再生した 動画をお届けしたい,と,思いますというわけで最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、通知の方もね、オンにしていただけると大変励みになります。それではまた後ほど。さようなら。